こんにちは、かおりんです。今回はコメント欄にリクエストをいただきましたので、それのお答えをしていきます。コメントをくださった方、N さんとお呼びします。 N さんは今年美術大学を受験されるそうで、私の大学受験の頃の経験談や、勉強法などの雑談をリクエストしてくださいました。非常にありふれたお話になってしまうと思いますが、皆さんよろしければ最後までご視聴ください。それでは始めます。じゃーんとか言ってと、これはYouTube ノート、以前登場したことのある YouTube ノートで、これに毎月どんな撮影をするかの書いてるやつです。とカンニングペーパーを作ってます、はい。ではお話に移ります。まずはじゃあ経験談や勉強法ということなので、まずは勉学についてですね。美術大学なので絵を描いたりデザインを考えたりというイメージが強いかもしれませんが、受験は学力と実技の総合判断で合否が決まる場合が非常に多いです。で、学力試験は専攻によって文系科目か理数系科目に分かれる、そのようになっています。例えば造形や建築の場合は理数系科目の学力試験があります、で、場合によっては小論文を書くということもありますので、自分の専攻によって受験勉強の、組み立てをしていく必要性があります。実技に関しては基本的にどの学校もデッサンは必ずと言ってもいいほどあると思います。その多くは基本的には鉛筆デッサンが多いので、それの練習をしておく必要性があったり、あとはやはり専攻によってはデザインや感覚を問うようなテストもあると思いますので、必要に応じてそれらの勉強をする必要性があります。どのような勉強をあらかじめしておかないといけないかっていうのは、オープンキャンパスやあとはネットで情報をいろいろと収集しておく必要性があります。で、私は高校生の頃は普通科の高校に通っていました。なので、この実技のこの勉強というのが学校でできないんですよね。だからそういう場合は画塾やあとは予備校に通う必要性があり、その実技の面を養っていく必要性が出てきます。で、あとは美術部に私は入っていたので、高校3年生は引退の年ではありますが、放課後空いてる曜日は、美術室に行って、デッサンをしていたり、あとは美術の顧問の先生にお話を、いろいろなねお話を聞いてもらって、不安な気持ちを和らげていました。なかなか美術を専攻するという知人が周りには本当に少なく、同じ悩みやストレスを抱えている人っていうのがやっぱり少ないんですよね。だから美術部の顧問の先生にお話をいろいろと聞いてもらっていました。やはり美術は実技ができてなんぼというところもあるので、技術を磨く努力をしないといけないんですよね。で、なかなか自分の伸びしろが見つけられなかったり、どう考えても明らかに自分よりも同じ志を持っている人の方が上手だったりするとすごくへこむんですけど、そういう時こそ自分が大きくなるきっかけだと思って、その上手な人のデッサンをじっくり観察するっていうのも一つの勉強法だと思います。
うまいところを盗むんですよ、うん、ちょっと言い方悪いんですけどね。そう、上手な人の絵を見るっていうのはね、いいことですよ。今まで分からなかったことの解決法になったりしますし、うん、なんかあまりこう目を背けたくなる現実なんですけど、勇気を持って上手な人の絵を見て、描き方を見て、手の動かし方や鉛筆の持ち方、そういったものを見て盗んで、その人よりも上手になってください。あとは描いて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 描きまくることですかね、うん、絵を描くことになれるということですね。鉛筆を持つこと、筆を持つことになれるということですかね。それにはやはり人よりも1時間でも1分でも1秒でも長く描いていることだと思います。とても辛抱強いね、気持ちや忍耐力が必要な作業になってくると思いますが、N さんならきっと大丈夫だと思います。やりきれると思います。私は信じてます。はい、そして最初の方に言いました、実技の他にあとは学力の試験もありますね。基本的に教科すべてあるというよりは、まあ、文系だったら国語と英語が必要とか、理数系だったらまあ数学と、あと科学なんだろう、数学の1と英語が必要とか、結構勉強しなくてはいけない幅っていうのが絞られると思うので、この学力に関する勉強の方が実は情報が揃っていてやりやすいかもしれません、うん、で、普通科の学校に通っていたので、大量の宿題が毎回渡されるんですね。もうテスト勉強だと思ってこれをしなさいっていうぐらいの、まあ、プリントだったりワークが配られるので、もうそれが一種のテスト勉強にもなりました。で、3年生も夏ぐらいになると、いよいよもう高校で習う勉強っていうのが終わってしまい、あとは復習だったり個人の自主学習の時間に割り当てられましたので、各自必要な勉強をする時間がとても多かったと思います。勉強は基本的に一人でやっていました。まあ、自分の部屋で行ったりで、ちょっと集中力がないなっていう時には、家の近くに、まあ、自転車で行ける範囲内に私立の図書館があったので、そこで土曜日日曜日は勉強をしたりしていました。で、その図書館は1階が絵本や児童書で、2階がまあ専門書やあと文庫本、あとは3階がその地域の歴史に関する資料が置いてあったり、であとフリーで使える、まあ、勉強や、まあ、その他のことができるようなスペース、長机と椅子が置いてあるスペースがあったので、そこで勉強をしたりしていました。で、勉強してたらもうなんか何もかもが嫌になるなんか瞬間が私にはあって、で、そういう時には、まあ、1階に降りて絵本を読んだりして気分転換をしていました。当時、まあ、ワークをしていたり、まあ、学校で配られたプリントをしていたりしましたが、まあ、ちょっと当時のものはもう全て捨ててしまってないのですが、まあ、すごくオーソドックスではありますが、自分のできるところはもう自分の中に浸透しているので、わからないところを、まあ、基本的にはしていくという、とて
ても普通のやり方ですね。はい、わからない問題、一応自分の力で自力で解決するところにまあ意味があるのかもしれませんが、もう一日経ってももうわからないっていうような場合は、潔く先生だったり友達に聞いたりして解決を優先することがとても大切だと思います。それよりも多くの問題を解いていって応用力を備えるっていうのは必要だと思います。はい、もう実際のテストではそのワークの問題そのものが出るのではなくて、今までの勉強した応用の力が必要になってくると思いますので、自力で解決しない場合は他の人に頼るということも大切なことだと思います。はい、それであとはできるだけ自分の生活環境の中に美術活動を増やしていくということに尽くしていたような気がします。すごく単純なことなんですが、例えば文化祭や体育祭でポスターや垂れ幕を、作る係の仕事っていうのが通っていた学校にはあったんですが、それのリーダーをしてみたり、あとは美術部の部長をしてみたりで、美術部に入っていた時に、コンクールに何度か出てみたんですが、その時に、いろいろな学校の同年代同世代の人たち の, 作品を見てみたり、美術館に行って作品を見たり、本屋さんに行って美術書やいろいろな絵の本を見たりっていうような活動をしていたと思います。はい、以上が今回の雑談でした。とてもちょっと薄い内容なんですが、何か一つでもアドバイスになっていたらなと思います。はい、受験まであと数ヶ月になってしまいましたが、最後まで諦めず頑張りすぎずと言いたいところですが、今は努力をすべき時なんだろうなと思いますので、皆さん頑張ってください。はい、ではまた動画投稿します。バイバイ。こんにちは、かおりんです。